絆愛が大炎上、尖閣諸島と台湾で、先日、バーチャルユーチューバーの絆愛の4号と呼ばれる、中国向けの、えー、何と言えばいいんでしょうか、分身ですかね。えー、こちらが、台湾が中国の一部になり、尖閣諸島が中国名で表記された地図を使ってしまい、日本や台湾で 批判が殺到しております。こういった地図を使ってしまいますと、日本政府が動かなければいけない問題に発展しかれませんので、今後、絆愛には慎重に動いていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。